はい、皆さんこんにちは、こんばんは、清水推しです。今回は東大寺の問題という形で、まあ、A、B、C とあと、まあ、数字という形で4つある、因数分解の問題ですけど、結構複雑な因数分解です。今回は難しい問題ですけど、どういうふうに解いていくかというところをやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。はじめですが、ここを展開していきます。はい、ここはワット算の積なので公式でやっていきますね。その次に展開で分配法則でやっていくと、はい、こんな風になり、マイナスを取っていくと、この時に因数分解しやすいようにちょっと入れ替えていきます。そうするとこんな風になりました。ではもう少し整理していくと、この時に公式で 3a で1という形なので因数分解することができますね。はい、括弧 3a-1 の括弧2乗になります。ここも公式同じようにやっていくと、はい、b-2c の括弧の2乗になります。この時にlarge n と置き換えると、こんな風になり、ワット算の積のように、m と a を戻していくとこんな風になります。そしたら整理すると、答えは括弧 3a+b-2c+1 括弧閉じる括弧 3a-b+2c-1 が答えとなります。